踏切警報器。踏切警報器とは、踏切において、道路を通行する歩行者や、車両運転者等に対して、音と光によって列車が接近していることを警告するために用いられる警報装置のことである。一般的には、車両の進行方向に対して、通行車線側、つまり左側通行であれば、左側の路側に設置されている場合が多い。踏切警報器は、 歩行者や車両運転者等に対して音と光によって列車が接近していることを放置するため目立つように検証する必要があり踏切の存在を知らせるため発光ダイオードを使用して踏切と常時または踏切と注意を交互に点滅表示 JR 東日本では列車進行方向指時期にひらがな表記で踏切注意を交互表示したり 漢字表記で、踏切、注意と交互表示するものが多いしている場合がある。また、踏切警報器は、風速秒速20メートル程度にも耐えられる設計としている。鉄道に関する技術上の基準を定める省令によると、連続平電路式または、これと同等以上の性能を有する制御方式であることとある。踏切の制御には、 連続閉電路式と点検知識があり、両者とも踏切用の軌道回路をレールに設置して制御を行っている。連続閉電路式は、警報開始点から警報終止点まで列車を閉電路式軌道回路にて連続に検知する方式であり、点検知識は、警報開始点の閉電路式軌道回路と、警報終止点の回電路式軌道回路によって列車を チェックインチェックアウトで検知する方式である。連続閉電路式では直流、パルス波、AF、商用周波数、交流を軌道回路に流して、リレーにより列車を検知するが、点検知識では軌道回路を電流機関回路の一部として使用して、増幅機からの出力の一部を軌道回路により入力側に帰還させる、戻すことで発信機を発信させて、 リレーを動作させる踏切制御子や電子トレットルによる列車検知機により列車を検知する。また、レール上わでの汚れや落ち葉により、軌道回路において臨時区の短絡不完全が発生して列車の検知ができなくなるのを防ぐため、車両にある ATS 車上子受信機からの発信周波数を地上小川地上子で受信して列車を検知するバックアップ装置があり、 警報開始点での補足用として設置している場合がある。非電閣間では直流、パルス波、AF、踏切制御し直流電閣間では AF、商用周波数、踏切制御し交流電閣間では、踏切制御子がそれぞれ使用されており、閉塞のための信号用の軌道回路において、商用周波数で使用している場合では、 列車の接近により次第に低下する送電電圧が一定でが厚下になると、リレーが落下して列車を検知する接近検知器、無絶縁軌道回路において AF を信号用として使用されている場合には、軌道回路の中間でその信号を受信する中間受信機をそれぞれ設置して、踏切の警報開始点や警報収支点に使用することで、 踏切専用の軌道回路の設置を省略することができる。どの制御方式についても、フェール政府の原則をもとに運用されている。踏切警報機の明動開始は、踏切道への列車到達から40から50秒ほど前、及び自動踏切遮断機降下開始約7秒前からで、ある。なお、これは、線路種別、運転速度、遮断方式、 またはそれ以外の環境によって変化するため、この限りではない。踏切警報器には、下記のものによって構成されている。踏切警報や、踏切警報等などの機器を取り付けるための柱のこと。材質は交換を使用しており、柱の直径は 89mm、または 114mm としている。通行量が多い道路などでは、踏切の存在をわかりやすくするため、 オーバーハング系、OH 型や門型が用いられている踏切もある。踏切道の存在を通行者に知らせるもので、クロス状に交差したものである。クロスマークとも呼ばれる。列車の接近を視覚的に警告するためのもので、先行灯とも呼ばれ、赤色の灯火が交互に点滅する。先行灯の配置は左右、または上下としており、以前は電球式のものが多用されたが、 電球の断信や寿命での交換による保全作業の省力化を図るため、最近では発光ダイオードによるものが多い。先行灯の通常の直径は 170mm で、あるがオーバーハング型のように道路上に設置されるタイプは直径 300mm を採用している。また、すべての方向から灯火が確認できる全方向踏切警報灯も導入されている。 先行灯を交互に点灯させる制御機は断続リレーと呼ばれており、初期の頃はリレー、軽電機を使用した接点系であったが、保守に手間がかかるため、SCR を使用した無接点型が使用されている。先行灯は確実に点灯させなければならないため、バックアップリレーを内部に設置して、SCR の不動通等の時に作動させる仕組みとなっている。 列車の接近を音により知らせるもので、主に電気式、電晶式、電霊式の3種類が主な代表例である。電晶式、電霊式警報器は、この2種類をまとめて、打晶式とも呼ばれている。打晶式は、地方のローカル施設や、専用鉄道などで主に見られるが、騒音対策のほか、メーカーが、すでに生産を行っていないこともあり、老朽取り替えで、 電子音式に更新され、減少傾向にある。JR 各線や、大手、純、大手私鉄など大都市都心部を走る路線では、ほとんど見られなくなっている。特に JR では、主要幹線はもちろん、地方ローカル線、貨物線含めすべてにおいて消滅し、大手私鉄では1980年代中頃まで、近鉄山田線などの幹線路線でも存在していたが、徐々に減少し、 2005年に廃止された名鉄指線を、はじめとする名古屋鉄道の電圧 600V 路線を、最後にすべて、姿を消した。大都市近郊では、京福電気鉄道嵐山線イン駅に、隣接の踏切が打掌式で存置している程度である。電子音式は、打掌式と比べて保全性や音の指向性が良く、音量の調整ができることから主流となっている。これに使用されている。 警報音発生器は、発信機と増幅機で構成された静止型としており、無警報になる可能性が低いことから使用されている。また、警報開始から、遮断完了までの間は、通常の音量とし、遮断完了後は、踏切の近くにいる歩行者に聞こえる程度の音量に、下げるタイプや、先行等制御する断続リレーと一体化したタイプがある。上記3種類のほか。 紹介式遮断機を採用している、道幅の広い踏切では、ベルにより列車接近を知らせるものもある。この場合はベルを鳴らしながら、遮断機を降下させ、降下が完了すると、ベルが鳴り止む。降下後の列車通過待ち同期と上昇時は無音である。警報音発生器は降下かなど大掛かりな、工事現場の列車接近や駅構内など、踏切以外でも使用されている場合がある。 例えば、大阪市営地下鉄は、線内に踏切はないが、近く間で保線員が線路内立ち入りの場合があるため、設置している箇所がある。また、西武鉄道の各駅や、地方のローカル線の駅では到着メロディーの代わりに使用されている。踏切警報器が故障していることを通行者に対して表示するもの、設備が故障している場合には、 故障の文字が赤色で点滅させる装置を設置したり、看板を掲出する方法がある。JR 東日本の踏切では、故障等はなく、列車進行方向指示器に故障時、ひらがな表記の故障、あるいは漢字表記の故障と表示されるようになっている。なお、普段は踏切が動作していないとき、交互に、踏切、注意ないしは、踏切、注意と表示されている。 この故障表示器は、故障時だけでなく遮断機が一定時分、降下し続けていても点灯するようになっている。故障の表示を、踏切の誤動作と勘違いした歩行者が踏切を横断して、人身事故が続発したため、JR 各社では故障表示器を撤去、使用中止したり、通行遮断中渡らないでください他へお回りください、などの文章が点滅するタイプのものに更新されている。 JR 東日本の高崎支社エリア、主に高崎線は故障と表示されている場合は危険ですから、踏切を渡らないでくださいという看板が警報器の柱に設置されている。接近する列車の進行方向を矢印によって表示するもの。鉄道に関する技術上の基準を定める省令によると、2以上の線路にかかる踏切道にあっては、 列車進行方向指示器を設けることとある。よって、単線区間の踏切道においては、列車進行方向指示器の設置義務はない。なお、踏切警報灯と警報音発生器の回路は別回路となっており、万が一どちらかが故障してももう一方が作動することで列車が近づいていることを知らせることができる。踏切警報灯の点滅のタイミングと、 警報音発生器からの警報音、カンカンカンの感覚がずれているのはこのためである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。